はあ、待った甲斐があったな。適度な風と波、まさに出航日和だ。こんなに大変な思いをするならいっそのことハイテクな乗り物を使った方が良くないかな。ずっとこもって絵を描いていたから運動しないと。同じ船に乗ったんだから何しに行くのか教えてよ。君の本職、つまり喧嘩さ。あれが帽子島、あそこに奇妙なワンダラーが現れたんだ。それを倒すの？そいつのコアにはレアな物質が含まれているんだけど、それで絵の具を作って創作に取り入れたいんだ。コアにそんな使い方が？信じないよ。おかしいな、もう目の前なのに30分漕いでもたどり着かないなんて。君、サボっていないかい？サボってないよ。あなたが私と逆方向に漕ぐから全然進まないの。このオールが悪いのさ。僕にこの運動は向いていない。船を捨てて泳ごう。まずいよ、波が高い。波、天気予報って適当だな。左に漕いで。船に水が。これじゃ本当に泳がないといけないよ。落ち着いて、急に揺らさないで。船酔いする。君はボディーガードじゃなくて殺し屋だったのか。まだ目が回っている。溺れないで済んだのは私が迅速に対応したからだよ。地面で干からびるくらいなら溺れた方が良かった。異常なし、ワンダラーはいないみたい。なら良かった。行こう、ここは広いから忙しくなるよ。ん、何するの？休まないの？山を見て回るのさ。